ここが京都の一条通りです。別名妖怪通りと言われております。なぜ妖怪通りかは深く分かりませんが、まあとりあえず見てください。今日は日曜日で店はかなり閉まっておりますね。でも開いてる店もあります。その前にはこんなものがあります。どうですか。さらにカメラを回しますね。2軒ほど向こう店開いておりますね。そちらへ行ってみましょう。日曜日で通りはひっそりしております。お、ここにもこんなものありますね。これは何だ。誰か似ているね。野田総理かな。それからこちら、一つ目小僧ですね。それから氷炭のお化け、面白いですね。ここは呉服屋さんかな。さらにこちらですね。いや、わけのわからんものがありますな。灰皿のお化けかな。こんなものがたくさんあるんでしょうね。ここにはもうないかな。ちょっと見てみましょう。もうないですね。ここが一条通りです。妖怪通りです。いかがでした。喜んでもらえましたかな。